皆さんこんにちは。サワグルイ TV の、ケイシとシカです、はい。今回はですね、カラビナについてちょっと雑談的な、ことをちょっとしていきたいと思います、まずはですね、僕たちが実際に使っているカラビナ、紹介していきますか。まずはヌンチャクに使っているカラビナですね、ヌンチャクはヘリウムワイヤー2ってやつですね。これはワイルドカントリーっていうメーカーから出てるやつなんですけども、このカラビナを使ってますね。めっちゃいいっす、まずこれのいいところは、ここの前の動画でも話しましたけど、ピンロックなんですけど引っかかりがないのと、あと結構カラビナこれ大きいんですよね。なので結構扱いやすくて、かつこうゲートクリアランスもかなり広いので、非常に使い勝手のいいカラビナなんじゃないかなと思います、ただちょっとこのノーズの部分がかなり見てもらったら分かるんですけど肉厚なので、残地のハーケンとか自分が打ったハーケンに通らないことが結構あります。なんか穴が埋まっちゃってたりとか、あとはハーケン入りすぎた時とか結構通しづらいですね、っていうのは結構あるんですけど、総合的に見てかなり使いやすいカラビナです、でちなみにワイヤーゲートだと他にペツルのアンジュとか、あのあたり使ってる人とかも多いですかね、大体それとフィルムワイヤー2の2大巨頭なんじゃないかな。ペツルのアンジュはどんな感じのカラビナなんだっけ？ペツルのアンジュは、ノーマルゲートとワイヤーゲートのそのいいとこ取りをした、カラビナって感じで、軽くて使いやすくて、なおかつこのノーズがでかくないんで、邪魔にならないですね、っていう感じです。ヘリウムの弱点もちゃんとなくしてると、アンジュがいいですね、そしたら、ちょっとアンジュは値段が2000円ぐらいするのかな。ちょっとヘリウムよりもさらに高いので、なかなかこれを数揃えるのは結構大変ですね。確かにね、アルヌ1本作るのに2本4000円プラススリングで5000円ぐらいになってしまう、このセットが、それを1人6本ぐらい持つとするとちょっとあんまり計算したくないんですがじゃああとはパスの先端につけてるやつとか。パスはもう素早くセルフビリを取るためにオートロックのタイプを使ってます、特にこだわってこのカラビナにしたわけじゃないですけど、オートロックだったら何でもいいかなと、いう感じで選んでました、そんなとこですかね。オートロックもいいんですけど、たまにちゃんと確認しないとなんかに挟まって半開きになってることがあるんで、あと結構岩とかに擦れたりロープとかに擦れたりして、なんか勝手にたまに開いちゃうことがあるみたいなので、それは実際に使ってではないかな、ちょっと危険ですよね、挟まって開いてたことはあった、でもあれですね、登り始めとか懸垂の始めとか、ちゃんと目視で確認すればいいだけの話なんで、そんなに気にしてないですね、そこは。あとはビレーデバイスと一緒に使ってるカラビナなんですけど、こだわりといったら大きい、使いやすい、持ちやすいやつ、あんまりこれがちっちゃいと扱いづらいと思うんですよね、なので大きめのやつを選びました、で、ちょっとこれの嫌なところは使ってる時にこう回転しちゃってこういう向きになっちゃう、でロープの流れがめちゃめちゃ悪くなるっていうことが最近多いので、最近気になることが多いかな、それは、なのでちょっともうそろそろ買いたいなと思ってます、これも沢始めてすぐ買ったやつなんで多分ね10年ぐらい経ってるかもしれないね、ちょっともう耐用年数的にも危ない気がするんでそろそろ変えようと思ってます、変える時はここにちゃんとロックがついてて回転しないようになってるやつを、次は買いたいなと思ってます、あとはオートロックがいいかな、私たちが使ってるカラビナ紹介はこんなところですかね、
で次は、まあ、ちょっと僕らがそのやってる工夫、うん、みたいなお話なんですけど、まあ、これはもうほとんどの人やってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、カラビナにこうシールを貼るっていう、うん、はい、これそういうカラビナに貼る用の売ってるシールなんですけど、うん、まあ、完全にこう夫婦とか身内同士で行くなら、うん、まあ、全然いいんですけど、まあ、他の友達とか行ったりするとどうしてもね、入れ替わったりして、ね、うん、いつの間にか人の持ってたりとか、うん、逆に自分のカラビナが相手の方に行ってたりして、うん、なくなることが結構あるので、うん、必ずこういうテープとかで、うん、印をつけて、はい、置くのがいいかなと思います、はい、あと最初にちょっと言うの忘れたんですけど、うん、カラビナのメーカーどこがいいのって聞かれること結構あるんですけど、まあクライミングだったらどこでもいいんですよね、うん、ただ迷ったらとりあえずペツルがいいです。ペツル、うん、と言いつつやっぱペツル高いからワイカン使ってるっていう自分たちはエーデルリッドとかもいろいろバラバラですけど、あと値段でちょっと抑えたいならブラックダイヤモンドとか、あ、うん、まあそのあたりが無難ですよね。無難ですね、はい、よくわかんないメーカーまあ、色とかで選んでもいいんですけど、うん、まあやっぱり信頼と実績のあるやっぱりペツルが一番いいんじゃないかなと個人的には思います。うん、まあやっぱりそういったクライミング製品にまあ注力してるっていうメーカーだと、まあ、いい形のものとかいいデザインのもの、まあ、その使いやすかったりとかいろいろ工夫されてると思うんで、まあその中から選んで買うのが無難じゃないかなとは思いますね。という感じで、まあ、ちょっとカラビナについて、だらだらと雑談してきました。はい、はい、この動画面白かったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。